ブン,ブンハロー、YouTube、どうもサルです。今回は Amazon のスマートスピーカーなど一部製品がセール価格で販売されていますのでご紹介したいと思いますまずは最初にスマートスピーカーの方からご紹介します今画面に表示しているのがエコー第3世代の販売ページとなっており通常が11980円のところ8480円と3500円オフとなって販売中です なお、今回のセールは8月16日までの期間限定のセールとなっています。このエコーは Amazon のスマートスピーカーの中でも最もベーシックなモデルで、音質と価格のバランスのいいとてもコスパの高いモデルとなっています。ディスペイが付いていないのは一つの欠点ではありますが、その分どこにでも設置できますので、むしろこっちの方が使いやすいという方も多いかと思います。 その他、現在、セール価格で販売されているエコーシリーズとしては、このエコーよりもさらに音質の高い、こちらのエコープラス。このモデルにつきましても、8月16日までの期間限定でセール価格で販売中です。価格につきましては、通常価格が17,980円のところ、セール期間中の価格が11,980円と、6000円オフとなっており、今回ご紹介するモデルの中では一番おすすめのモデルとなっています。先ほどのエコーよりは、 少しだけサイズが大きくなりますが、それでも十分コンパクトで、そこまで設置場所に困る必要はないかと思います。手頃な価格でスマートスピーカーとして使ったり、また音楽も高音質で聴きたいという方はこの製品使いやすいかと思います。最初アマゾンのスマートスピーカーが出始めた頃は、自分は特に音楽は聴かないので、安いモデルでいいと思っていたんですが、その後音質のいいモデルなどでアレクサの音声を聴いた場合でも、遠くから聴いても、 かなりクリアに聞くことができましたので自分のように音楽を聴かないから安いモデルでいいと思っている方も実は音質の良い,いモデルを購入した方がスマートスピーカーとして使いやすいのでまだエコーやエコープラスを持っていない方は今回のセールを利用して購入してみるのも良い,いかと思いますそしてこのエコーシリーズの中で最も音質にこだわったモデルこちらのエコースタジオというモデルも今回セール価格になって販売中です通常価格は24,980円のところ セール期間中は1 9 9 8九円。5,000円オフとなって販売中です。もともとの価格は高く、割引額は一つ前にご紹介したエコープラスよりもさらに少なく5,000円オフとなっていることから、セール期間中であっても約2万円とかなり高い製品になっています。このモデルはやや特殊なモデルで、ドルビーアトのスの技術を搭載しており、その部屋の空間に音を反射させることによって、立体的に音楽を聴くことができるというモデルになっています。 そのため内部はかなり複雑になっており、そういったこともあって価格が高いモデルとなっています。スマートスピーカーとして使うには、ややオーバースペックなところはありますし、セール機関中であっても価格が高いので、こちらのモデルにつきましてはあまりお勧めはできないかと思います。また音楽を聴く際、音質にこだわりたいという方は、このモデルよりはもっと別のスピーカーなどを購入した方がいいように思います。その他、ディスプレイ付きのエコーショーシリーズにつきましても、現在セール価格で販売中です。 まずこちらがエコーショー8という8インチのディスペイを搭載したモデルになります。通常価格は14,980円のところ、9,900円のセール価格となっています。割引額は5,080円をフと、過去最安クラスの価格で販売されていますので、今回の機会に購入すればとてもお得に購入することができます。特徴としてはやはりディスペイを搭載しているということで、 このエコーショーシリーズはテレビ電話としても使うことができますので、大画面で相手の顔が見たいという方は、このモデルなどを使いやすいかと思います。あと、こちらのモデルにつきましても、5インチのエコーショー5と同じく、カメラ部分を物理的なシャッターで塞ぐことができますので、映像を出さずにテレビ電話したいという場合は、もし間違えてしまっても、このシャッターで塞いでいると、こちら側の映像を映さずに済みますので、安心して使えるかと思います。 その他、エコーショーシリーズの中で最もディスプレイサイズの大きいエコーショー。こちらのモデルもセール価格となっています。こちらは通常価格が27,980円のところ、17,980円。1万円オフとなって販売中です。このモデルは価格が高いせいか人気は低く、約2ヶ月前に開催されたセールの時も同じように1万円オフとなって販売されていたモデルです。エコーショーシリーズの他のモデル、エコーショー5や、 先ほどご紹介したセールワークとなっているエコーショー8などはカメラ部分を物理的なシャッターで塞ぐ機能がついていましたがこのモデルにつきましてはその機能は非搭載となっています価格が高いのにそういった機能に対応してなかったりディスプレイサイズが10インチと大きいこともあり奥行きもかなりあり 107mm ありますですので意外と設置面積が必要なモデルになっていますので机の片隅に置いて使うっていうのも使いにくいモデルですので 今回1万円オフでお得なように見えるかもしれませんが、個人的にはこのモデルはあまりお勧めできません。今回もしエコーシリーズを購入するならば、セール価格で販売されているモデルの中でお得なのが、こちらのエコープラス。ディスペース付きのモデル A ならば、このエコーショー8あたりがいいかと思います。どのモデルも8月16日までの期間限定のセール価格となっていますので、購入を検討されている方は忘れないうちに購入することをお勧めします。 なお、今回はエコーシリーズだけではなく、その他の Amazon の製品もセール価格となっています。例えば、こちらは最新のファイヤータブレットでファイヤー HD8 p l u ワイヤレス充電スタンド付きのモデルになります。このモデルにつきましては、自分は 64GB のモデルを購入しており、特に不満なく使えています。購入した当初はこのワイヤレス充電スタンド、そんなに必要ないのではと思ってはいたんですが、本体をこのように立てかけた状態で充電することもでき、いちいち USB ケーブルをつながなくても充電できますので使ってみると意外と便利な製品でしたこのシリーズの中では最も価格が高いモデルになっており8インチのファイヤータブレットの中ではこのモデルが一番高い価格になっており少し手が出しづらいところはありましたが今回のセール期間は今回のセール期間であれば通常16,580円なのが 14980円となって少しだけではありますが割引価格で販売されていますのでこの機会に購入してみるのもいいかと思いますなおワイヤレス充電スタンドが付いていない f i r e h 8 Plus の単体モデルにつきましては11980円とこちらはセール価格ではなくて通常価格での販売となりますその他今回は f i r e t a b l e t のキッズモデル例えば f i r e h 8のキッズモデルなどもセール価格となっています こちらはかなりお得で、通常価格は14,980円のところ、セール期間中9,980円となっています。ベースとなっているのは最新モデルの Fire h 8ですので、通常のモデルから何かスペックが劣るわけでもなく、なおかつ子供向けのコンテンツが1年間使い放題となっており、お子さんに持たせるタブレットとしてはむしろこちらのモデルはお得かと思います。その他、今回はキッズモデル全てがセール価格となっており、 フヤーセブ7のキッズモデルは11,980円が7,980円。ファイヤー HD10 のキッズモデルは19,980円が15,980円のセール価格になって販売中です。さらにファイヤータブレット以外の製品としましては、こちら、全書的端末、ソンドルペーパーホワイトのカバーとセットモデルがセール価格になっています。割引額はあまり大きくありませんが、 通常17,660円のところ16,660円1000円オフとなって販売中ですなおカバーにつきましてはどのカラーもセール価格にはなっていますがカラーによっては少し価格が異なりますので購入時は注意が必要です例えばこのブラックのモデルが先ほどご紹介した16,660円ですがこのプレミアムレザーというカバーになりましたら19,660円と少し価格が上がります カバーとしての機能はどれも同じですので、個人的には安いモデルでもいいかと思いますが、質感にこだわりたいという方はこういったレザータイプのカバーを選択するといいかと思います。なお、カバーだけではなく、ストレージ容量や広告があるかないか、Wi-Fi だけなのか、4G の通信も使えるモデルなのか、その辺の組み合わせによって様々なモデルも用意されていますが、今回のセールではどのモデルもセール対象となっています。 例えば 32GB のストレージで広告なし Wi-Fi と無料の 4G の通信がついたモデルは26,660円が25,660円。こちらも1000円オフとなっています。ちなみに自分も最新の Kindle Paperwhite を持っており、特に小説など文字の多い本を読む際はとても便利に使えています。雑誌のようにカラーで表示することはできなかったり、 イラストが多い本の場合は読み込みが少しもたついたりというところもありますが小説のように文章が主体の本であればこのキンドルという端末は目に負担もかからず快適に読むことができますので本をたくさん読まれる方は1台はこの端末持っておくといいかと思いますということで今回は現在 Amazon の方でスマートスピーカーやファイアタブレット電子書籍端末などがセール価格になって販売されていましたのでご紹介しました なお、各モデル販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方に入ってきます。期間限定のオセールとなっていますので、購入を検討されている方は早めに購入することをお勧めします。また、実際に購入した方の口コミなども見ることができますので、その辺興味のある方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。